どうもエルザです。それではホライゾンゼロドンやっていきたいと思います。さて義勇団長の行方ってことで手伝いクエストになります。うわで暗くなったね。でさすがにあれ処理し尽くすのはなかなかだよね。一応すべて倒すことが目的になってるんで、いや、それは無理だ。それは無理だった。暗くてさ、全然人見えてなかった。いやー、しくったねー。まあいいや。出ないよね。いたいたいた。よし、レベル10到達。あ、よしよしよし。嘘でしょ。あの距離当たんないんだ。当たんないっていうか当てづらいんだ。あー、正確性ないね。あ、味方だね。あー、いや、ですよね。マジかー。これ避けるか。あれ避けられたら無理やわ。いいや、まだいるはず。奇襲の時に数えたがもっといた。
いざとなったら薄汚い奴らの影を槍の裾まで追ってやるさ。必ず。怪我して血も出てる。私の体のことなどどうでもいい。誰もあなたの決意は疑わない。でも休まないと。彼女の言う通りだ。その傷を癒さないと。バール、ここで何をしている。命がけで門を守れとお前に言ったはずだ。ああ、守ってたさ。戻った伝令からアーロイに会ったこととこの場所のことを聞かされるまでは。門のことは心配いらない。俺はここにいる。一緒に復讐を果たす。それもダメなのか。ああ、私は周りを見回ってくるよ。他の襲撃者がどこにいるかわかるかも。好きにしろ。みんなそうしてる。母さん。いや、なかなか言うこと聞かないんだね。じゃ、探しましょう。なんだこれ。副隊長、この1ヶ月ブレイズの爆発事故で大勢が命を失った。ここ鉄の広場では予防措置として全ての備蓄を収容設備に格納してある。突然暴発などしないようにな。兵を配備して出入りも制御している。同様の措置を取るよう進める。でなければさらなる犠牲が。ティラン補給部長、以上。基地の中にブレイズの備蓄がある。それを破壊すれば勝てるな。お、じゃあ移動だね。見つけたぞ。残りの奴らは鉄の広場で野営をしている。聞いたことあるか。奴らめ、鉄の広場は悪魔の悲しみの遺跡にある。あそこは禁忌の大地だ。大長老に面会を求め特例を申し立ててみる。そんな時間はない。流血は流血を呼ぶと言うだろう。呪われているなら復讐で浄化すればいいじゃないか。なんて罰当たりな。お願いだ団長、禁忌を破るんだ。悪魔の悲しみは呪われし大地だ。だが天命の使者の祝福が守ってくれるや。では偵察隊を送ろう。部隊を赤の小玉の崖に集結させて、そこから攻撃を仕掛ける。いい計画だな。後で。さあ次、どこ。めちゃくちゃ遠いな。あー、しかも行ったことないね。このさ、バヌークの像を見てみたいよね。ついでに、鉄の花も見てみよっか。はいはい。いろいろ距離あるな。ん？これ鉄の花ってこれなんだ。鉄の花。あー、収集品だね。はいはい。なるほどね。言葉が分かるようになるって感じか。んじゃあ移動しますか。この移動がね、なかなか時間かかるんで。ちなみにメインは、ああ、こっちなんだ。
遠い、全部遠い。はい、行こう。一体何があった？大丈夫か？ああ、怪我してむしろ良かった。教訓にもなるだろうし、あなたも気をつけてね。怪我は？全速力のグレイザーを追ってて、熱中しすぎちゃってちゃんと前を見ていなかったのよ。そしてそのまま機械炉の入り口に。機械炉？機械炉ってなんだ？ああ、暗息の地にいたから見たことがないのね。機械炉はいわば扉みたいなものってとこね。奥に何があるかは謎。機械が作られてるって話も、あそこは悪魔の住処で鉄の悪魔の魂がいるって話も、どっちでも同じことね。何であるにせよ禁じられている。教訓だと言っていたけど、何を学んだんだ？機械炉が目の前に現れ、獲物には逃げられたけど、私は機械炉に見入ってたの。あの瞬間、子供に戻ってた。焚き火のそばで狩人の話に聞き入る子供にね。中に何があるのか、どうしても見たくなったの。そしてウォッチャーに襲われた。機械炉には番人がいたの。でも、かろうじて追い返して、戒めに傷をもらった。長老たちが禁じているのには理由があるのよ。ただ危険だからっていうだけじゃない。私たちはその中を見てはいけないの。二度と迷うことはない、この傷のおかげでね。でも一瞬とはいえ感じただろ、発見の喜びを。本当に悪いことだと思う？そのはずでしょ。私は罰が当たったのよ。じゃあどこ？機械炉はどこにあるんだ？わからない、探しちゃダメ。なら避けるべき場所を教えて。賢いわね。でも忠告を聞き入れるほどではないってこと。いいわ、あなたは大人、止められない。ここからまっすぐ来た赤の牙の先、山の側面にあるわよ。分かってるわね。近寄ったらダメよ。はい、近寄りません。でシグマ、これはなんか、オーバーライドが手に入るのとスキルポイントがゲットできるから、ちょっとやっとこうか。ちょうど上だしね。お気になさらず。おい、あんた助けに来たのか？このままじゃ俺たちやられちまう。どういうことです？ああ、太陽よ、あんた戦士だろ。本当に助かった。雇い主に間違った箱を渡されたんだ。矢の印はあっても中身はヤガラの木。あの矢なしじゃウォッチャー追い払うのも一苦労さ。参ったよ。私が手を貸そう。ありがたいね。俺たちは。まずい、ロングレッグが来るぞ。ロングレッグ。ああ、めんどくさそうなの来たね。お前ら武器を取れ。たくさん、いきなり。ロングレッグちょっと任せといて大丈夫でしょう。それで、よし。
そう。ちょっとパーツ多すぎねえかーい。いってロープは強いね。メリディアンのために。あーね、まだまだ来るぞ。いて、あ、いたのかお前ら。やばいやばいやばい。痛い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 なマジで。いいって。えぐいな。まだいるし。いっていっていって。強いぞはー、強っ。まだいるね。それじゃあな、三王のために。確かどんどん来るじゃん。やばいね。
と一撃じゃないんだよね。はい、あ、何体出てくるんや。はあ、さっきのサブクエの人たちはどこに？あ、いた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 。前にも狩人に会ったことあるが、あんたみたいのは初めてだ。俺たちを救ってくれた。まずい、ソングコアがない。何？そんなバカな。そうか、ディリードが盗んだんだ。一度目の襲撃で一人が逃げてった。ディリードだ。腰抜けではあったが、ヌスットだったとはな。遠くへは行ってないだろう。ああ、だがこれじゃ奴を追えない。なら私が行く。でも今度はシャードをもらう。依存はないね。コアを取り戻したら分け前をやる。はあ。強。まあ備えあれば憂いなしはついででするぐらいでも全然いいかもね。圧倒的にレベルが足りてない気はするんだよね。あ、でもレベル10なんだ。マジか。イノシシの皮欲しいね。スキル2か。6だね。6集めるまではいるかな。はい、ということで第7話に関してはここまでとなります。ライブ見てる方は引き続き、動画見てる方はここまでですね。あー、敵が強えが単純に武器が弱すぎるかな。多分だと思うんだよね。19、6、だと思うんだよね。弱いんじゃないかなと思うんで、武器がね。じゃないとそれがちょっと考えにくいしな。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。まあ次回はメインだね。だいぶ近くなってきたんで、機械ロシグマがこれメインじゃないけど、これして次メインもやろうかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたねー。